イングリッシュパーートナズのですネイティブが使わないエネルギッシュ、えー、エネルギッシュは直訳するとまあ精力的なとか活動的な人もしくは様子かなって思いですよねでも実は正解は違って Full of energy になります、えー、このエネルギッシュっていうのはドイツ語から来ているんですよねでちょっと発音がわかんないんですけどエネルギッチュ っていうのに由来しているそうですでさらに言えばエネルギーっていう言葉もドイツ語から来ていてちょっと発音がわかんないんですけどエネルギーっていうのが発音だそうです英語ではエネルギーですよねエネルギッシュっていうような表現はないので注意してくださいネイティブは使わないエネルギッシュ正解はフォームアブエネルギーです会いに行く英会話スクールイングリッシュパートナーズで検索オンラインレッスンも始めました